聴ありがとうございます。マイスワルのメッセージボックスに特別使用者登場のメッセージが届きました。実は大阪スワルの営業さんからも買い替えどうでしょうかというような電話を受けてたんですけれども、近畿地区スワルで100台の限定モデルです。果たして特別使用者としての魅力はあるのでしょうか。詳しく見ていきたいと思います。特別使用者モデルの名前はフォレスター KS01 です。ベース車両は X ブレークですね。パナソニックナビパック4点付きですね。それと外観は北米ウィルダネス仕様のホイール、横浜ジョーランダーオールテレーン G015 ホワイトレターのタイヤが付きます。そしてリアにはカーゴステップパネル樹脂タイプとリアゲートプロテクターが装着されます。パナソニックナビパック4点、パナソニックのビルトインナビ8インチとドライブレコーダー、リアビューカメラ ETC2.0、 車載機キットのセットになっています。北米ウィルダネス仕様のホイール、これは単品では買えないみたいで、この特別使用車を買った人だけの特典になるみたいですね。横浜ジョーランダーのホワイトレターのタイヤ、これかっこいいですよね。カーゴステップパネル樹脂タイプ、リアゲートプロテクター、この2つ装着することでアウトドア感が一気にアップします。オリジナルステッカー、どういう形でもらえるのかは分かりません。これだけの特別装備がついて388万円となっています。さらに購入者特典としてスーリーのシステムキャリアが 20% オフ、キャリアバスケット、エディションの方が良くないって感じです。自分が乗ってる2022年4月に購入した D 型 X ブレーク、メーカーオプションフル装備で本体価格当時ですけど334万4000円でした。これにナビパック4点35万4000円のパックをつけました。これがビルトインナビですね。 ETC2.0 もついてます。ソールボックスの中にはドラレコの本体が入ってます。フロントのドライブレコーダー、リアカメラもついてます。このホイールは X ブレーク純正です。225/60/17インチ、オールシーズンタイヤです。これがこのウィルダネス仕様のホイールになると印象変わっていいなと思うんですけどね。タイヤもホワイトレザーになると一気にアウトドア感がマシマシになるんですけど、そしてカーゴステップパネルとリアゲートプロテクター、こちらもディーラーオプションで選択して取り付けてます。KS01 特別使用車が388万円ですので、差額は154,720円です。フォレスター自体今は値上がりしてるので、このパッケージ価格の方が安くなってるのかなとは思います。リアビューはこんな感じです。サイドビューもホイールとタイヤが変わるとだいぶ印象変わると思います。1年半乗ってシートベルトプロテクターとかカーゴトリムプロテクターとか、インテリアの方にもプロテクターつけてますし、ドアハンドルカバーとか自分好みのアイテムもつけてるんで、買い替えはないなって感じですね。もう今 X ブレークとか X エディション検討中の方はこの KS01 候補に十分入るんじゃないかなと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。